ベジャは、チュニジア共和国北西部のベジャ県の県と、首都チュニスから105キロメートル離れている。メジェルダ川と土地中海に挟まれる。2014年、の人口は約10.9万人。フェニキアが、交易場を設置した。ヌミディアのユグルタ王が街を築き、我がと名付けた。紀元前112年、ヌミディアと共和制ローマの間で、ユグルタ戦争が起きた。 ローマの将軍はクイントスカエキリウスメテルスヌミディクスだった。ローマは我がを破壊し、新しく設立した都市をバッカ、バガと名付けた。バッカは繁栄し、死境管区が置かれた。バンダルがバッカを征服し破壊した。その後お町は約一世紀放置された。東ローマ帝国がバッカを復興し、要塞を建設した。うまい野鳥が征服し、バジャと改名した。 944年、ファーティマ朝が大モスクを建設した。1675年、ムラドベイ2世がハナフィー学派のためにベイモスクを建設した。1685年、モハメドベイエル・モーラディがマドラサをベイモスクに増設した。1880年、フランスが征服し、ベジャーと改名した。1881年4月24日、アルジェリアのロゲロットが ケフ県を経由して、ベジャを征服した。1883年、豊かな土地を求めて入植した、ヨーロッパ人のために教会が建設された。1887年、カルタゴのネクロポリスが出土した。7月13日、ベジャ市が設置された。1942年11月16日、ドイツ軍が訪れ24時間以内に降伏するよう、市長に最後通帳を出した。 ベジャは交通の要所だった。市長はアルジェにこのことを伝えた。17日、イギリスのパラシュート部隊が北の丘に到着した。19日、ドイツがベジャを警告として空襲した。20日、ドイツが数時間に及ぶ空襲を行った。ベジャはドイツと連合軍の戦場になった。28日夜、イギリスが勝利した。 チュニジア北西部の白球に位置し、メジェルダ川が横切る。カルタゴチュニスから、キルタアンナバへの途中にある。ベジャ市役所、ベジャ市役所会議室ベジャの大モスクベモスクベジェ市民の、ほとんどはムスリムである。かつては、ユダヤ教とキリスト教の集団がいたが、チュニジアがフランスから独立したことで、彼らは、ヨーロッパや、北、アメリカ、イスラエルに移住した。現在も、 教会やシナゴーグが残っている。ノートルダム・ロザリオ教会フランスがチュニジアを保護国に、すると多くのヨーロッパ人が豊かな土地を求めて入植した。1883年に建てられた教会が手狭になったので、後に大きなノートルダム・ロザリオ教会が建てられた。独立後は、教会は公民館として使われた。ベジャ技術研究高等機関、ベジャ言語。 コンピューター高等ー機関シディババアリスマディ霊病の扉。ありがとうございます。